作業模型で製作されたブリッジブリッジとは一般に少数派の欠損に対して用いる発鉄物の一種である。加工技師、冠無理技師とも呼ばれる。主に両側、または片側の残存場、場合によってはデンタルインプラントを次第場として用い、次第装置を作り、これとポンティックを連結部で結ぶことによって作られる。連結部は一般に 次第装置と一回となったものであるが、可動連結装置を使用する場合もある。通常、四根膜によって支持力を得る。同じ四根膜支持であることと、共通点が多いクラウンとまとめられることが多い。歯は通常、欠損を自然回復することができないため、歯を喪失した時、義子と呼ばれる下鉄製義子やブリッジのような補鉄物を用いて、形態を回復することができる。また、 下鉄性技師とブリッジの中間的性質を持つ下鉄性ブリッジと呼ばれるものもある。ブリッジは形態の回復のほか、刺繍組織や顎関節、筋肉、人体、神経筋機構の保護や、交合機能の回復を行う優れた固鉄物ではあるが、次第はとして何らだ問題のない健全場の発出の接触を行わなければならないことや、清掃性に問題があるなどのデメリットもある。 近年、接着性材料の発達により、切削量を最小限に抑えた接着ブリッジが見られるようになった。ワークンクデントルカナダドル、CAM を使って加工した、クロムコバルトディスク次第装置加工技師を刃に固定するための部分、全部被覆管、一部被覆管、陰霊、安霊などが用いられる。基本的には近遠心の次第装置は共に同一のものを用いるが、 一般的には特にそれにこだわることなく選択されているのがほとんどである。隠例次第は破湿の切削量が少なくでき、また接着材料の性能向上のため信頼性が増したと考えられたためよく用いられている。連結部次第装置と加工場をつなげる部分、一回鋳造、加鉄製連結装置、同義等の方法がある。この部分の設計を誤ると、 ブリッジが折れる事態が発生することもある。加工派加工技師で補鉄をする際に欠損部の機能、携帯を人工的に回復する部分、ポンティックとも言う。この部分を金属の無垢にすると重量が増して敏感な人は重く感じることがある。さらに重量増のため次台場の負荷が増加する。他にも金属の値段が高いので節約のためと鋳造時の血管の減少のため、 内側をくり抜いた状態で作り白いコンポジットレジンを詰めるのが一般的である。ポンティックの形態を利帝型を指定すると、科技工師はハニックから大きく離れた。利帝型ポンティックの基本からは、ほど遠いポンティックを作ることが多々あるが、これも金属を節約する意図のためである。固定性加工技師次第装置と加工場が固定連結されて次第場に合着される加工技師。 一般的に見られるブリッジは概ねこれである。一部固定性か抗議しか工場の禁煙心のどちらか、一方が固定連結され、残りもう一方が可動性連結装置で連結されているか工場。平行性のない次第に用いる。仮鉄性ではない。制作時の操作も装着時の操作も煩雑になるため敬遠される。見かけることはあまりないだろう。 中間結成か抗議しか鉄製の次大装置を用いるか固定性次第装置とか鉄製次第装置の間にか鉄製連結装置を用いた加抗議師。任意に脱着できる脱着できるため清掃性が良い中間加抗議師中間結損の近延伸に次第を設定した加抗議師。一般的なブリッジ中間結損距離が長いとその分次台場に負担が増えるため次大波数を増やす 等の対策が必要になる。また、前バブなどのアーチを含む場合はこの傾向はさらに強くなる。距離のある中間欠損の場合は、床岸にするのが一般的だが、床岸のイメージがあまりにも悪く無理でも何でもブリッジにするように求める患者は多い。しかし、保険ニズチャンゲなどの抵抗性判定法が、 取り入れられているため保険診療で連続多数馬欠損のブリッジは困難である。延長加工技師次第を加工場の近延伸どちらかのみに設定した加工技師。工合、咀嚼力が次第馬にてこの作用で力が加わるので力学的に不安定で好ましくない。通常は元の葉のサイズの1、2から1、3にすることで次第馬に対する負荷を軽減するべきであるとされている。 また、不荷分散のためポンティックの小型化と合わせて次第波数の増加をすることも推奨される。ありがとうございます。